ヨアヒム・フリードリヒフォン・シュトゥッターハイム、ヨアヒム・フリードリヒフォン・シュトゥッターハイム・ゼレンドルフの、騎士領、ヨアヒム・フリードリヒフォン・シュトゥッターハイム、1715年11月2日、ゼレンドルフ。ニーダー・ラウズ・イッツ -1783 年8月26日、ケーニヒスベルクは、プロイセン王国の中条である。シュトゥッターハイムは偶然に出会ったプロイセン国王。 フリードリヒビルヘルム一世に好意を抱き、かつて、ザクセン選定綱領の大尉であり、今や領主として暮らしていた父の許可を得て1729年、ベルリンの士官学校に入学した。そこから1732年、士官候補生として、クレヒハーフ評連隊に配属される。同連隊で彼は1735年に、ュニそして1739年に、 勝位へ昇進した。そのまま、第一次、シュレージエン戦争を迎えると、早くもモルヴィッツの戦いにおいて、抜群の先行を上げ、国王フリードリヒ二世から、プールルメリット勲章を授かり、仮民大聖堂の聖堂参事会員の職を賜ると、共に、ラモット不評連隊に属する一個中隊の指揮に、解消を託された。この後、シュトゥッターハイムは、 コトゥズイッツの戦い、ホーエンフリートベルクの戦い及びゾーアの戦いに参加している。なお、ゾーアの戦いで負傷した。1747年、少佐に昇進すると、ロボズイッツの戦いで、改めて対抗を立て、大王から、異例の恩給、年額500ターラーを貸しされた。そして1757年5月、 中佐として、連隊の指揮官に就任すると同年中に大佐に昇進し、プラハ、コリン、ブレスラウそしてホッホキルヒで戦う。1759年には少々に昇進し、かつてのカナハアーフ評連隊を自身の指揮官に引き継ぐ。同年、プロイセン公使ハインリヒの指揮官に入ると公使は9月13日、ゲルリッツから出した手紙の中で、シュトゥッターハイムが、 フリートラントの物資集積地を焼き払い、捕虜700名を得たと書いている。1760年、シュトゥッターハイムは、リーグニッツとトルガウで戦った。そしてトルガウでは重傷を負っている。1761年、ハインリヒ公使の軍団に復帰すると、兵1600名を託され、ブランデンブルク辺境白領を、スウェーデン軍から防衛するため、同地へ派遣される。 1762年、最後の遠征にも彼は、ハインリヒ公使に従って参加した。同年10月29日、フライベルクの戦いにおいてシュトッターハイムは、左翼を指揮し、攻勢を担っている。そして勝利への貢献に報い、マクデブルクにある聖ニコライ協会の、司教座聖堂参事会委員職を賜った。1763年に講和条約が、締結されると、 フリードリヒ大王は、シュトゥッターハイムを、東プロイセンの不評相関に任じ、ケーニヒスベルクへ派遣した。1768年、中将に昇進すると、クロワ師匠と別の連帯を賜っている。またケーニヒスベルク、ピラウ及び、メーメルの総督に任命された。1778年、バイエルン継承戦争が勃発するとシュトゥッターハイムは、 フリードリヒ大王の軍において、上イジエンの軍団の先鋒となり、トロッパウを占領している。その後、ロー、シュトゥッターハイムが没する、少し前に、フリードリヒ大王は手紙を彼のもとへ送った。貴殿の運命は、我がのよりも良き手に委ねられてなどいなかったと、断言できる。貴殿の奉仕は我が心の中に、忘れられず残るであろう。 フリードリヒ2世シュトゥッターハイムの名は、ウンターデンリンデンにある、フリードリヒ大王の騎馬像に刻まれている。彼は、ゾフィー・テレーゼ・フォン・レッドと結婚した。子息話の2名である。夫は、ハインリヒ・ビルヘルム・フォン・アンハルト中将の長女、ビルヘルミーネ・フリーデリーケ・フォン・アンハルトと結婚し、1797年に、離婚した。レオポルト・フォン・ゼトリッツの生きる秘書。 パンテオンでプリアシスカンヘレス、ベルリン、1835年。ありがとうございます。